ピード感あふれる軽量級の打撃戦。第4試合、ランバーソムレと M シップホック VS 泉拓也。続いては54キログラム以下の軽量級のスピードある戦いをご紹介します。現在パンクラスフライ級第3位です。総合格闘技道場部門会から泉拓也29歳、空手をベースに倒せる軽量級ファイター泉がムエタイの倒し屋に真っ向挑戦状を叩きつけます。もちろん肘ありです。今年2012年はパンクラスマットで早くも4戦を経験しています。8月フライ級次期挑戦者決定戦、これには敗れたもののキングオブパンクラシスト砂部光久ターゲットなのは変わりありません。1990年代後半日本のキックボクシング界で猛威を振るったランバー旋風、土屋城、ラビット関、山口元気、大宮寺進、安川健らが危険なパンチの餌食となりました。ムエタイキックボクシングではやり尽くしたランバー、 MMA へ転向を果たしディープシュートのリングに上がりました。ああ久々にこう元気なノリノリのランバーの姿です。ランバーちなみに意味はおバカさんの意味があります。シュートでは連戦連勝、あっさりとフライ級の王者のベルトをさらっていきました。オーバーガンナムスタイル、あ、ガンナムスタイルだ。音楽はカンナンスタイル、そしてムエタイ戦士ランバー、マスクマンはメキシコ、無国籍な入場シーンです。まあ、総合格闘技でも怪我さえなければもっと海外で活躍していた可能性も大いにある選手ですよね。そうですね、穴が本当ない選手なので、はい、1年前両他戦、それ以来の戦いとなります。ランバーが八角形のリング走り回るランバータイム。第4試合は 54kg 以下の戦いとなります。5分2ラウンド制です。肘解禁の総合ルール、坂口さん、はい、坂口さんがお話しされたのが泉選手がよく受けたな。そうですね、ただ今ちょっといろいろ考えてたんですけど、泉選手踏みつけとサッカーできるんですよね、パンクラスの選手なんで。だからその辺でランバー選手と肘、泉選手の踏みつけサッカーですよね、ここをちょっと見どころなのかなっていう。で泉選手柔道やってたんで、投げってこともできるの で、 そうですね、はい、これちょっと楽しみですね。とはいえ総合格闘技ルールも戦いはスタンディングから始まります。左、はい、インド届かない、待ってますね、待ってますね。ランバーソムデーと MC っぽく左ももには日本人刺繍があります。お尻には、あ、亀の甲より年の甲ってあるんですね。38歳です。まあ、今大会後半戦のほぼ平均年齢が彼の年齢。そうですね、左ミドル、よくあるでしょ。まだこう遠い前ですね。そうですね、これどっちが均衡破るのかなという感じです、うん、泉さんが行くのかな、うん、高口さん、はい、会場中がすごい静まり返ってるんですよ、この緊張感たまらないですね、左すローンフックです。もうこのフックに振り回してくる、体が泳ぐようなフックに何人も90年代後半日本の軽量級キックボクサーが沈んできました。それと泉もでもいいです、ね、そうですね、見えてますね、はい、対応してるんで。リズムガードを下げながらリラックスしています。ちょっと足が滑るか、ランバーソムデートロー右回転、左ミドル、これも上体です。ローキック、前のこうテーピングがあるところです。蹴り込んでくる、逆に返してくる、これちょっとおーロー合戦ですね、合戦ですね、リズム負けてないですね、はい、さあ抱えてから救っていく、これだ、総合格闘技です。宝もあるぞ、さあ踏みつけもある、踏みつけサッカーボールキック認められています。ボディーストレート落としてきました、拳を腰張りながら、そう、この体勢になってもこう足に蹴りがありますからね、ランバーが。そうですね、
ナンバーソムデーとの総合ルール初がこうディープの矢野匠戦、足ボコボコにしたんですよね。そうですね。さあ下からリストを抱えます。すみません、泉選手こういう感じで。しかしディフェンスもできるんです。対応できるんですよね、ナンバー選手。そうですよね。立ち上がりました。危ない。うわ、左フック打ってくる。これです。いや、本当にこう存在が狂気ですよね。そうですね。今避けた泉くんも素晴らしかったですね。ラスト半分、あの際の部分でいい集中力ですね。はい。さあじわじわ中央を取ってくるランバーソムデーとインローを放っていきます。目線を下げてまた上げて泉インロー左ミドル入りますね。やっぱりスピードがある、軌道が見えないかローかミドルか。左フックでした。今度は近い右のローも来た。すごい。もう泉選手足赤くなってきてますよね。左もも、うわ、足の指の肩になっています。左ももの裏です。じわじわ前に出てくるランバーソムデート、もう一つこれも強いロー返してくる。左ミドルキック、まだでも肘は出てないですね。お互いうわっとローブローか。今ちょっとローファルカップのコツンという音聞こえました。ランバーソムデート選手の攻撃がローブローとなりましたため試合を中断しております。しばらくお待ちください。お客さんが今の中断でほーっと息を吐いたのが伝わってきましたが、はい、すごいいいですね、緊迫感がある戦いで、はい、坂口さん、はい、やっぱりでもこうランバーの魅力ですよね、あの後半さ。そうですね、だからエイジ選手もちょっと半歩ぐらい入り込めないような展開になってきてるんで、やっぱ逆にエイジ選手ももうこう入っていかないと多分あのローの餌食になってしまうんで、うん、さあ試合再開です。54kg 以下契約です。白のスパッツが江泉拓也、ファンクラスで活躍しています。そして中央を取っているのが元ムエタイ選手も。この位置危ないですね。どうですか、はい、今前足を外内から左ハイキックでした。今度は右ロー、早いな、いいですね、ちょっと対応できなくなっているか、散らしてくるんですね、攻撃を、はい、右ロー強烈。これ手下げ始めるとランバー選手も上に切り替えてくるでしょうかね。前半も少し見てたこう振り回してくるパンチもあります。そうですね、もう内出血してる、多い、本当ですね、もう内出血。左ミドル、体を倒すようにこのムエタイ独特の動きです。これでもやっぱりテイクダウンとかそれは難しいんでしょうかね。そうですね、ちょっと怖いですね、足だけでこんだけ器用にやられるっていうと。そうですね、左フック振ってくる泉。そうですね、高校で行くしかないのかな。そうか、やっぱりタックルはちょっと危険かもしれませんね。怖いですね、こんだけやっぱ足球に使われると入ってきなくなると思うんで、当然膝もあるでしょうし、はい、合わせるタイミングのこれ左のももちょっとこれまずいことになってますね。内出血から今度ボコボコと腫れてきています。水ぶくれるようになっています。もう切り札が全部赤くなってますね。これ踏ん張りもちょっと効かなくなってきますか。残り10秒。そうですね、ただ泉くんも空手出身なんで ある程度のやっぱ強いロってのが耐えられるんですよね。はい、インロー、おーっと第1ラウンド終了です。食らったところが全て赤くなっているというところはすごいな、全て的確に重い。いや、坂口さんが期待された、まあ、前半の特に注目の試合ですが、これ泉の方今画面捉えてますがどう映ってますか。泉くんはただやっぱ後半入っていくっていう展開に持ってってるんで、やっぱそこで突破口を出すしか、あのままだともうあのローの餌食になってしまうと思うので。そうですね、はい、さあ続いては第2ラウンドが始まります。さあ第2ラウンド始まりました。うわ、ちょっと今足を思わず流れた。うわ、自己すく、はい、これ来るんで、やっぱりまあランバーはケリーから作っていけるし、もうもちろんパンチもあるし、ね、はい、今の入ってますね。左ちょっと嫌って右足前に変えた、また戻しました、はい、スイッチもう効いてきてますね。効いてますね、はい、この独特のうわー、そうですね、肘か今縦肘ですかね。危ないですね、来ましたね。エイデミ君はここでちょっともう動いていかないと、うん、
もう効いてきちゃってるんで、このままだともう完全にペースに捕まります。もうダメですね、はい、うわすごいパンチだ。ここでまた上に見せかけといて下の強いのが来るんですよね。まさにそうでした今、はい、泉はガード上に上げましたもんね、そしたらローキックだった。もう一つだ。で今度上ですね。すごいじわじわ出てくる攻撃していないランバー、しかし後ずさりしてしまう泉。恐ろしいですねこのプレッシャーは。さあしかし勇気を持って前に出る泉。そうですね、泉君ここハート強いんで行ってほしいですね。行きますね、はい、いいですね、目死んでないんで。死んでないですね、はい、睨みつけています。インローワンチャンスを狙っている。いいですね、フェイント届かない。空手対ムエタイみたいな。本当にそうですね。まさにこう日本のキックボクシングの、はい、歴史のような。右のローランバーです。インロー、ランバーの手数は少ないんですが、インロー、この後何がある。右の脇腹も赤くなっています。右ローキックを出してきた泉。やっぱり入ってくるところにローが飛んできます、はい、ますね、ハイキック、すごいスウェーだ。いや泉君もパンチで入っていっちゃった方が左、はい、入ってくる泉、はい、いいですね。インロー左ミドルキック、左のミドルがこう腕も捉えてかなり上腕の部分も赤くなってきています泉。しかし泉がこう中央は取っています。後ろに下がらないミドル。うわ今変わりましたね。表情一つ変えないと泉選手すごいな。目そらさないですかね。そうなんですよ、はい、さすがですね。しかし足は流れる。そうここで今日パンチのおー行きますね。しかし距離が近くなると肘もある、そしてパンチもある。そうですね、残り時間が2分を切っています。うわー終わった、これ面白いタイミング、はい、さあ組みつけた。いや肘だ、肘に来ましたね、来ましたね、迎え入れるようにしてしましたね。いや真っ直ぐ系で、はいそれですね。泉選手ってもいいこう独特なタイミングずらすように今ふっと組みつきましたね。そうですね、はい、しかし組みついてきたところに右の肘が持っていた、ね、インド返していく。左ミドル、はい残りが1分です。第2ラウンドです。現在これが最終の第2ラウンドになります。5分2ラウンド制。離れ際ないか。おう小泉君もそろそろ勝負かけないと。そうですね、はい、最終の第2ラウンドです。5分2ラウンド制。あこれもまた肘を塞ぎながら、しかし近い前で肘もあるぞ。ピッハイキック、スウェーデン逃れた。残り時間30秒切りました。さあ大きな動きあるか。まあ泉がまだ戦闘モードなだけに何かありそうですね、はい、そうですね、もうここでやっぱ泉選手が腹くっていくしかないですね。おうん久々にあのシーン見ました、ランバーの左フックよく見ています。前蹴りパス、ただもう足効いてないですね、自由がもう。ああそうですか、はい、ワンツー、ここでタイムアップ。うん、ちょっと首を振っていやいやダメだダメだそんな表情をしたのがランバーソムデーと MC ポック。いやー10分間ランバー選手とローを耐え続けた泉選手。そうですね、すごいことになってますね。足がちゃんと蹴り合いをやったわけですけどね、はい、まあ足はそうですね、普通こうローを蹴ると、はい、蹴られ返すっていうよくスパーリングなんかでもあるんですけど、はい、蹴られると蹴り返しますからね、泉選手は。素晴らしいなと思いますね。ジャッジ1番、赤ランバー。
1人目ランバー、ヤンキースがアンダーランバー、ヤンキースがアンダーランバー、お聞きのように判定3対0、ランバーソムデーと MC ポークが江泉拓也を下しています。亀の甲より年の甲、どこまで意味を理解されているかどうかは分かりませんが、そうですね、さあ坂口さん、はい、ぜひこの戦い改めて一言ください。そうですね、ちょっとがっかりしたそういう部分もあったんですけど、まあそのお客さんの反応を見てやっぱり緊張感を持ってるっていう部分はやっぱりランバー選手のいいところなり、江泉選手のいいところが出るのかなと、もっとちょっとランバー選手入っていってもらって肘打つなりとかして欲しかったんですけど、やっぱそこをさせなかった江泉選手に自分はちょっと、はい、素晴らしいなと思いましたね。なるほど、はい、いやしかし久々にこうランバーソムデートの肘を見たなというシーンでしたね。はい、グラバカライブ2、軽量級の戦いはランバーソムデートが江泉拓也を下しています。